では説明は以上です。何か質問ある方いらっしゃいますか？はいはいはい。じゃあどうぞ。本日は貴重なお話誠にありがとうございます。私中洲産業大学4年政治経済学部の田中ナイトと申します。よろしくお願いします。はい、早速質問なんですけれども、御社はブラックでしょうか？はい。ブラックという言葉をご存知ではない？なるほど。では説明しましょう。はい、ブラックというのはですね、ブラック企業の略でございましてですね、インターネットの方ではかなり有名な言葉なんですね。はい、私インターネットの方をたしなんでおりまして、はい、でもインターネットだけではなくて、私ワープロの方もたしなんでおるんでございましてございましてですね、私なので御社に入社した暁にはですね、私をワープロ係に任命していただければ非常に大活躍できると思っております。あ、すいません、ちょっと話がちょっとあぜ道の方にそれてしまいました。あぜ道ではカエルがゲコゲコ鳴いております。風流でございますってね。このように私ギャグセンスも非常に高いのでございます。ギャグセン高いとよく父親から言われておるのでございます。では質問に戻ります。御社はブラックでしょうか、ホワイトでしょうか、イエローでしょうか、ライムグリーンでしょうか、どちらでしょうか、お答えください。ブラックなので来なくていいですよ。なるほど、では御社を第一志望から外します。はい、残念、貴重な人材を失った今、貴重なワープロ係を失った、残念。では帰らせていただきます。アディオース。就活生のみんな、気をつけようね。